路線網 EJ575 リトアニア鉄道は、リトアニア国有の鉄道会社である。1860年に最初の路線が開通し、今の会社は1919 19年に開業している。本社はビリニュース。リトアニア鉄道は、リトアニア国内に総延長 1877.2km の路線網を持ち、旅客輸送及び貨物輸送を行っている。 路線網のほとんどは後期であるが、レールバルティカによって、ポーランドとの国境からカウナスまでの区間に、標準機が付設されている。また、カウナスからビリニュース及び、ベラルーシとの国境の区間、及びその近郊の、計 122km が電化されている。179km の狂気のネットワークも持っていたが、2001年に、アウクシュタイティア狂気鉄道車に分離され、 そのうち6 8トルは現在、観光列車が運行されている。2006年のリトアニア鉄道の乗客数は620万人で、貨物輸送量は5000万トン。主要な貨物は石油である。1851年、ロシア帝国政府は、サンクトペテルブルクからワルシャワ間に鉄道を敷設する、ことを決めた。路線は、サンクトペテルブルクからダウガフピルス、ビリニュス。 カウナス、ビルバリスといった都市を通り、ワルシャワへと続き、1858年に建設を開始、1860年に完了した。第一次世界大戦が開戦すると、1915年にドイツ軍がリトアニアを占領。リトアニアの鉄道網は、ドイツ軍の食料と武器輸送に利用された。終戦後の1918年2月16日に、 リトアニアが独立を宣言。1919年7月4日、ドイツ政府は鉄道資産をリトアニア政府に譲渡することで合意した。その後リトアニア鉄道はより細かな鉄道網を作り上げていった。1923年にクライペダ地方がリトアニアに編入され、クライペダ港がリトアニア鉄道システムの一部に組み込まれた。1940年に ソビエト連邦がリトアニアを占領すると、鉄道事業は再編された。また、リトアニアと他の国との間で結ばれた協定はすべて破棄された。1941年、ナチドイツがリトアニアを占領すると、鉄道網は後期から標準期へと変更された。しかし、ソ連が再びリトアニアを支配するようになった1944年には、再び後期に戻されている。 ソ連時代、バルト三国における鉄道事業はすべてラトビアのリガで運営されていた。9ロゴ1991年、バルト三国が独立すると、鉄道事業は再びそれぞれの会社に分割された。2020年7月、リトアニア鉄道創立101周年の記念として新しいロゴを発表。合わせて略称を LG から LTG に変更することが発表された。マカバセスタケイカンの4000機上。ありがとうございます。